それではお時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。会場にお越しの皆様、Zoom、YouTube でご視聴の皆様、おはようございます。電気屋採取初級講座をお越しいただきまして誠にありがとうございます。メイン講師担当させていただきます西山と申します。Zoom で、ご視聴の方はですね、今マイクの使用許可させていただいておりますので、こちらからのご質問ございますかという形でお声かけさせていただきますので、その際音声でのご質問もいただけます。あと、もしですね、音声のご使用にちょっと抵抗ある方、あるという方は Q&A ございますので、そちらの方に打っていただければ、ちょっと気づいたタイミングになってしまいますが、私の方でもご回答させていただきますので、うまくご活用いただければと思います。で、皆様に強調して、申し上げられますのが、今、YouTube のライブ配信の URL、皆様お送りしておりますので、多分今日の講習は、明日の午後で、明日の講習は明後日の午後ぐらいには多分全編見れるようになると思います。なんか YouTube の方で処理に時間がかかるみたいなんで、だいたい半日、ぐらいしてから、全部見れるようになるということで、いつでも YouTube の方で復習いただけますので、ご活用ください。で、逆に言うと復習していただく前提である程度も話して詰め込んで話していきますので、そこはご了承ください。そうじゃないとちょっと内容がやりきれない部分が出てきます。はい。で、まずちょっと私の自己紹介から、初めてご参加いただいている方もいらっしゃいますので、私、西山誠と申します。日本エネルギー管理センターの専任講師をしております。電検三種と、あとは第一種電気工事士、第二種電気工事士。まあ、あまり東京ではやらないんですけど、工事士の方はですね、担当しております。出身校は都立の工業高等専門学校、都立高専。今ちょっと名前変わっちゃってますけども、そちらの電気科出ております。で、資格としては、ご覧の通りです。で、一応右下の方にこれ一種の免状を出しておりますけども、この一種の1が3になると3種の免状になりますんで、中身としては変わりません。正直あまりかっこよくないんですけど、はい、持ち運ぶ免状じゃないので、はい。かといって学理入れ特にしてもちょっと寂しいんですけどね。はい。また一番価値がある免状ではありますのでね。はい。で、ここには書いてませんが、職歴簡単にご紹介しますと、私、都立高専出た後、東京電力の方に、5年半ほど勤めておりました。で、そのうち5年間は変電設備の保守をしてました。なので、完全に現場バリバリやってたという形です。で、半年間はちょっと別の部署に行ってて、で、まあ、とある事情から、転職しまして、その後鉄道会社に、2年ほど。で、その時も変電設備の保守をやってました。で、ちょっと体が合わなくてですね、体調崩してしまって、辞めてしまってですね、その後データセンターに3年ほど、まあそちらの会社すごく社風も良くてですね、かなり馴染んでやってたんですけども、まあちょっと私の前任の先生、まあ実際には高専の時の恩師なんですけども、このセンター設立時に関わってた先生がちょっとご高齢でも辞めるという形になりまして、で、電検三種全科目を教えられる人がいないんで、ちょっとじゃあ私がやりますという形で、移ってきて今、専任としてやってるという形でございます。前のですね、鉄道会社とかに行った時もですね、まあその時は手伝いという形ですけども、ずっと教えることをやっていたので、10年以上、まあ実質もう13年ぐらいになっちゃいますね。それぐらい教えることには携わっておりますので、ある程度皆様のお役に立つ講習会になると思います。で、実際私が電検三種取ったのが二十歳の時でもう十数年前なんで、だいぶ昔の話なんですけども。はい。で、その後、まあ、仕事を始めて3年間で、ちなみに二十歳の時に正確には電検三種、電検二種、エネルギー管理士同時に取ったんですけど、実はね。で、その後、社会人になって3年間かけて電検二種取ったという形でございます。なんでちょっと実際の試験の受験から10年ぐらい離れちゃってるので、で、逆にですね、まあ、先ほどちょっと会場の方にはご挨拶させていただいた吉田くんの方は、電検三種取ったのがもう2年前ぐらい。2年前だよね。2年前か。3年前か。ほやほや、ほやほやなので、彼の方がどちらかというと、皆さんに近い立場でものを見れてると思うので、多分、私に質問しづらいという方も中にいらっしゃると思うので、遠慮なく彼にも質問してください。はい。で、ちなみに彼、今年、電検二種合格してますんで、あ、てか、ちなみに今後ろにいる二人とも今年、電検二種合格したんですけど、二人ともね。はい。彼ら二人ともすごく優秀で、皆さん、多分一番皆さんの立場に近いので、多分、親身になって、質問答えてくれるのは多分彼らの方かなという感じしますので、まあ、うまく環境をね、ご活用いただければと思います。もちろん私も別に、なんか邪険にしたりとかしないので、私でよければ連絡ご質問ください。さあ、自己紹介はこれぐらいにしましてですね。はい、まず、電検三種、改めてですが、ちょっと何度も来られている方、しつこいよって思われるかもしれませんが、再度、強調しています。
電気屋さん主は、たくさんの道具を組み合わせて、たくさんの道具っていうのは、公式であるとか、知識であるとか、そういうものです。それを組み合わせます。工事士の場合は、単品単品使うんですけど、組み合わせないといけない。で、かつ、高度な仕事。非常に難易度が高い、応用力を求められる仕事です。で、それを限られた時間。ただ、法規は、あんま時間は関係ないですね。何かっていうと、1時間、世界には65分かな。なんですけど、時間、多分余ります。法規は、多分ね。その代わり、理論と機械は絶対余んないです。足りないです。そういう意味で限られた時間ね。で、こなすと。で、かなり厳しいなと。で、そのためには、まず道具の仕組み、つまり公式であれば、なぜこういう公式になったのかという成り立ちとかですね。そういうのを理解して使いこなす。あとは特有のコツであります。で、コツは、電検査証の試験特有のコツというのがあります。それは、残念ながら市販のテキストには載っていないような中身なので、そういうのを私は皆さんにお伝えするということですね。で、4科目のつながり。電検査証4科目ありますが、全部つながってます。で、法規が、一番なんか最後に来てますけど、これなんじゃっつうと、全部の応用みたいな形ですね。他社さんなんかだと、弊社みたいに初級中級とかって形じゃなくて、理論終わったら次機械みたいな形でやるんですけど、結局その会社さんも最後法規なんですね。やっぱり法規がね、一番最後残っちゃうんですよ。本当に全科目の総合みたいな形なんで。で、実際B 問題、後で説明しますけど、B 問題の計算問題は本当にまとめですね。まとめ。特に関わり強いのは電力ですね。電力との関わりはやはりものすごく強いです。なんでちょっとね、電力をおろそかにすると法規きついですよ。はっきり言って。ちょっときついです。で、じゃあ、法規はどんな感じで出てくるのかということで、これは最新の情報でございます。平成15年から令和2年ということで、これ私の方でちょっと集計しました。まず A 問題は原則知識です。で、なぜ原則って言ってるかっていうと、平成16年と平成24年度がちょっと例外。1問、片方2問、計算問題が出てますが、基本的には残念ながら知識です。なぜ残念ながらって言ったかっていうと、難しいからです。法規の A 問題は。半分取れればいいと思ってください。基本的には。それぐらいのスタンスでいてください。半分です。で、B 問題は、これも原則になっちゃうんですが、計算問題です。で、法規は問題数が少ないんですね。13問なんですよ。で、他の3科目っていうのは、自分が解かなきゃいけない問題数で言うと17問です。で、理論と機械は、17、18が選択なんで、結局17問。17問ですね。それに対して4問少ないんですよ。そのせいで、1問あたりの配点が大きいです。特に B 問題。他の項目は B 問題の割合が30点なんですよ。つっても合格点の3分なんででかいんですけど、法規の場合は40点になっちゃうんで、ものすごくでかいんですね。ものすごくでかい。で、法規に合格するためのコツは、ともかく B 問題で確実に点を取るです。私の合格した時のやり方を教えますと、試験開始って言われた瞬間に A 問題一切見ずに B 問題に行きました。法規はね。で、B 問題解いて、で、よし、いけたと。ちょっと運も良かったんですけど、よし、いけたってなってから、もう半分頭の中でこう歌を歌いながらですね、嘘ですけどね。そんな感じで A 問題を解いてたと。でも、気分的にはそんな感じ。もういけたって自信があったから。B 問題で30点取れれば、A 問題半分で受かるんですよ。それぐらいの気持ちじゃないと逆に無理です。で、法規を落とした時は B 問題が取れなかったんです。2年間。私、ちなみに電気屋さんは3年間かかってますんで。法規が最後の年まで残ったんですよ。逆に言うと、法規しか残んなかったから、電検2とかにチャレンジして、たまたま取れたっていうことはあるんですけど。なんで、本当に B 問題です。ともかく。で、これは中級でみっちりやります。ただ、中級で使うための知識は、今日お話をします。ちゃんとね。ちゃんとお話します。なぜかっていうと、法律に基づいた計算を行うっていう問題がやっぱり出るからです。B 問題。たまに全く関係ない力率改善とか出ますけど、法律に基づいた計算問題も出てくるんですね。で、それはやっぱりやらなきゃダメ。今日、明日、みっちりやります。で、ちなみに平成28年と昨年は、問いの11が A、B ともに知識問題とえげつない年でございました。B 問題の計算で何とか取るぜって決まってた人はもう多分地獄を見たという形ですね。ちなみに言うと、法規は、ここ2年間ちょっとえげつないですね。
令和元年、めちゃめちゃでしたね。ちょっと昨日、おとといで、かなり、平成15年から令和2年の全部の問題、全部分析したんですけど、で、資料作ったんですけど、やっぱり令和元年はちょっと異常。異常です。異常。ちょっと異色です。はい。で、これポイントですね。昨年まではこの資料なかったんですけど、法規の出題内容、公示士との関係性はということですね。で、なんと、第一種電気工事士の出題範囲と被っている問題が、なんと44%ですね。出題の割合の。ただね、被っているって言っても、工事士一種の勉強で取れるかってわけじゃないです。工事士一種って比較的、ただ形だけバーッと覚えるっていう、まあ、逆にそれで教えてるんですけどね。要は、詰め込みで受かるからっつって、暗記でいいから、ともかく形だけ覚えなさいって形でやるんですけど、それだけじゃダメです。それだけじゃダメ。で、一番の大きな違いは、もうそもそも電圧が違うので、工事士は高圧なんですね。高圧までなんですけど、電検三種は特別高圧があるんで、法律の中身が変わるんですよ。まず工事士は土台になるんですけど、そこにさらに積み上げるようなイメージ。で、やることによって取れるよっていう問題が44%です。でも大きいですよね。で、たまに工事士の知識だけで取れる問題も出るんですよ。で、さらに言うと B 問題でも出題されることがあるんで、はい、実際にいつだったかな。いつだっけ。汗腺のですね、設計が結構出てんだよな。ちなみに昨年の絶縁体力試験の中身工事士です。はい、昨年の問いの16、12かな。で、おととしの汗腺の施設、これはもう完全に工事士。てか、第2種電気工事士。で、勉強する中身が出ました。ただ、やっぱり出し方はいやらしいです。出し方はいやらしい。何がいやらしいかっていうと、以上か超えるかの違いを理解しなきゃダメだと。これいやらしいんですよね。要は、50アンペアが境っての覚えるんですよ。2種はね。で、50アンペア以上なのか、超えるなのかで、計算が全然違うんです。そこもつついてきたの。で、いやらしいんですよ。工事士は浅くでよかったのが、電気屋さんはしっかり理解しなきゃいけない。そういう違いはあります。そういう違いはあります。はい。ということで、工事士の勉強だけだと対応できないことが多々あるよってことですね。で、あとごめんなさい。1個忘れてました。言うの。A 問題。電気設備技術基準とその解釈の割合が49%ですね。で、約半分占めます。電源の解釈がっつり覚えないとダメよっていうことですね。ちなみに、電源の解釈の中身が工事士とももちろん被ってます。もちろん被ってます。はい。工事士も、工事士の場合はもっと割合多いんですけど、工事士の場合は覚える知識問題の大体6割ぐらいが電源と解釈なんで、まあそういう意味ではもちろん被ってるということですね。はい。で、まず法規初級は A 問題です。で、A 問題は原則ね、ほぼ全て暗記です。計算問題出ないと思った方がいいですよ。ほとんど、ほぼね。だ基本的には全部知識問題。で、すべて暗記。で、法律を覚えるのが非常に難しい。非常に難しい。はい。私とね、吉田くんでちょっとね、先日議論した内容がちょっとあったんですよ。文面としてね、PCB の、PCB 含有のね、法律の文章だったんですけど、なんかね、PCB を含んだ絶縁油の定義は、試料 1kg 中、PCB が0.5mg かな？ 0.5mg 以下の絶縁油以外のものっていう、よくわからなかった。絶縁油の定義なのに、絶縁以外のもので文章終わってるんですよ。もう意味わからなくてどういうことですかみたいな。で、よく読んだら、0.5mg 以下のものは除くんだよって意味なんですけど、もう文章がわけわかんないですよ。一瞬混乱するんですよ。そういうのばっかり。だから丸暗記しようと思っても無理なんで。はい。じゃあどうすればいいかっていうと、もうしょうがないから、覚えるポイントを抑えて学習するしかないですよということですね。で、まあ一つはやっぱり数値っていうのが判断しやすいんで、例えば何メーター以上って覚えたら、以上だったら OK、以下はダメとかね、てか未満はダメとか、そういう判断ができるわけですよ。数値は判断しやすいんですね。で、あとは、出題頻度が高いキーワードを抑えると。はい。なぜかっていうと、全部勉強しきれませんので、出題頻度が高いキーワードを抑えてくださいと。で、これざっとね、平成15年から令和2年までの出題頻度のやつ全部まとめて、高い順に今、高い順っていうか、まあ、ある程度ね、高い順に今並べましたけども。まあ、大体これぐらいのキーワードが結構多く出てますよと。で、特に、B 問題でも出題される項目は超重要。
B 種設置工事。まあ、正確には D 種設置を含めた設置工事全般ですね。設置工事全般って意味では、平成15年から令和2年で、11回以上出てますから。うん。これ絶対欠かせないですよ。で、あと風圧荷重。風圧荷重も意外と出てるんですね。あとは幹線の設計。幹線意外と出てるんですよ。6回出てますからね。6回。で、幹線ってこれ工事士の中身なんで。幹線ね。で、B 種設置も工事士の中身ですよ。一種の工事士ね。中身ですよ。はい。あと、絶縁耐力試験。これも工事士の中身ですね。工事士の中身。はい。で、最近用出る分散型電源は、これは電源特有。はい。あと、力率改善。需要率、負荷率、不当率。これも工事士で一応勉強する中身です。はい。で、あとは、主任技術者というのはどういうことですかみたいなのが、やっぱり、まあ、主任技術者試験ですからね。そう、出ますわな、ということで。はい。こういうキーワードをともかく押さえていこう、ということで、今回は、2日間でまずそのキーワード、もうテキストに付箋バンバン貼ってきましたんで、私。ここを皆さんにまず伝えるぞということで。てか、付箋だらけになっちゃってわけわかんないですけど。こういうキーワードをまず集中的にご説明をして、で、あと、皆さん今回資料ちょっとお配りしてますけども、なんかね、配線図重要事項っていう資料の中に記号出てるじゃないですか。記号ね。なんで記号出すんだ、俺たちにと。俺たちは電気演算書を受けてるんだと。お気持ちわかります。多分私もこれ机の上にあったらそう思います。でもなんとですね、実は、平成15年から令和2年で2回出てるんですよ。この単線結線図の図面見て解く問題は。だ一応ね、図記号も知っとった方がいい。ただどう取るかは皆さん次第。平成15年から令和2年、だ18年間で2回しか出てないから捨てるっていう判断もありです。そこはお任せします。そこはね。何かって言ってやっぱり範囲が広いから、ある程度絞らざるを得ないところがあるんで、そこは任せます。はい。まあ、一応出してます。で、ちなみに書いてある中身は思いっきり電力でも関係するので、はい。例えば不可解兵器とか単独の違いとかね。これは電力でも関係するんで、知らないとダメね。はい。っていう感じでございます。これもちろん YouTube のライブ配信でまたこれ何度でも見れますから、あれでしたらその時にまたね、ちょっとメモとかしていただければなと思います。はい。やっぱり設置と絶縁はね、大事なんですよ。設置と絶縁は大事。で、やはりこれ工事士の時でも話をしてるんですが、ともかくこういう電気工事士とか電気主任技者の目的っていうのは、やっぱり事故の防止なんですよ。で、事故が起きて人が感電したりとか、火災になったりとか、まずそういうのを防止しなきゃいけない。で、さらに言うと、電源の場合は、風で物が倒れてっていうのもダメよということで、風圧荷重も大事になってくるんですけど、この辺が重要になってくるんですね。で、まあ、風は置いといて、やはりこう、感電とか火災の原因っていうのは、やはり、設置、絶縁。まず、絶縁不良が起きて、それが原因で事故になると。でも、設置取ってれば人は感電しますよって流れなんですよ、基本的には。だこの二つがすごく大事なんです。だこれ落とすと絶対ダメなんですね。ダメなんですよ。工事士でも同じですけどね。工事士でも同じ。はい。で、さらに言うと、電気主任技者というのは、設備の運用もしなきゃいけないんで、だから、力率改善という概念も大事。てか、設計しなきゃいけないんで、実際に。私もたまに相談受けますけどね。どれぐらいの心臓コンデンサーがいいのかなとか、たまに受けたりしますけど、そういう設計も大事になってくるんで、もうともかく、運用に関する知識も覚えておかなきゃダメということですね。はい。じゃあちょっとね、また後で、ご希望あればまた後で昼休みとか出しておきますんで。じゃちょっとすいません、先行っちゃいますね。で、これ補足です。法規の初級はあまりやらないですけど、本当はこれ消してたんですけど、今回嬉しいことに初めてご参加いただく方も結構多いので、電卓のね、使い方これね、なかなか教えてくんないんですよ、他で。で、何かっていうと、上の計算、これ電卓で一切メモせずに一発で出せるんですよ、これ。一切メモせずに。一般的にはなんか12の事情とか15の事情なんかメモしてってあるじゃないですか。一切メモせずに電卓で一発で出せるんですよ、これ。で、どうやって打つかっていうと、こんな感じ。カシオと他のメーカーで違うので、ちょっと皆さん一回やってみてください、これ。何度もやってる方はいいです。はい。これちょっと初めての方今回いらっしゃったんで、出させていただきました。法規はそんな自由じゃないですけどね。法規はね。なぜかっていうと、これ時間の短縮につながるっていうことなんで、法規はそんなに時間にこだわる必要ないので、むしろじっくりやった方がいいんですよ。B 問題はね。変な話ですけど、B 問題で30分かけていいぐらいなんで、本当に。
で、昔も昔私メモしましたよ、これ事情がいくつとかね、でルート取ってそれがいくつってメモして、めんどくさいよこれ、うん、ただこれモロ刃の剣ではありますからね。要はちゃんと使い方マスターしないと、何かというと、多分ここにいる皆さん共通しているのが、電卓で出た計算結果って信じますよね。電卓が間違ってるんじゃないかって疑う人いないと思うんですよ、うん、で自分が打つの間違ったら当然間違った答え出てくるんで、だちゃんと慣れなきゃダメね。だからモロ刃の剣でありますよ、うん、だから慣れてっていう話ですね。はい、ということで私基本的にはパワーポイントで講習するの大嫌いなんで、これで終わりにします。はい、では早速中身について入っていきたいと思います。で今回ですね、公式集もお配りをしておりますが、公式集については重要なポイントのみ今回さらっていきます。要するに A 問題で関係する中身ですね、それを後でさらっていきますんで、一旦ちょっと置いときます。まずはテキストに従ってやっていきましょう。昨年はね、公式集からやったんですけど、なんか、ね、順番がねめちゃくちゃになりそうなんで、はい、では早速ねやっていきますけども、まず電気事業法、はい、の目的というところからね。ちなみに電気関係法規を学ぶめちゃくちゃ多いんですね。電気事業法とかね。はい。で、関係法規っていうのは、電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業法。全く工事士と一緒でございます。触れるところは。ただ、ちょっと違うのが、工事士よりも電気事業法の重要度が跳ね上がります。跳ね上がります。そこが違い。そこが違い。で、なぜかっていうと、電気事業法っていうのは、事業用電気工作物。これ後で説明しますけど、事業用電気工作物の設置者。設置者ね。つまり、持ってる人。持ってる人を規制するための法律なんだね。変な言い方しますと、工事士は作ったら終わりなんですよ。で、主任技術者の仕事っていうのは、作った後の設備を運用していくので、まあ運用の責任者なんで、だから電気事業法の重要度が桁違いなんです。工事士とね。だから結構出てきます。結構出てきます。この中身ね。はい。では、早速やっていきましょう。まず電気事業法の目的というのがありますけども、はい。これね、キーワードがね、やっぱりありまして、はい。電気事業法は電気の利用者の利益保護。まあ、これとりあえず置いといて、はい。工事、これね、はい。ここポイントです。これ結構キーワードです。電気工作物の工事、維持、及び運用。このね、結構キーワードなんですよ。工事、維持、及び運用。はい。で、このキーワード皆さんどっかで聞いたことありません？これ、電気主任技術者の職務の内容なんですよ。電気主任技術者は電気工作物の工事、維持、及び運用に関する保安の監督という仕事です。はい。なんで、この工事、維持、及び運用っていうのは当然キーワードになります。で、それを規制で、ね、規制ね。はい。で、公共の安全。はい、これ公共の安全ね。公共の安全。あとね、こっち。環境の保全。環境の保全。最近ね、この環境がね、ちょこちょこ出てくるんです。環境の保全って皆さん何だと思います？環境の保全。なんか環境って言われてもって感じだと思うんですけど、例えば、比較的重要なキーワードとしては PCB。ポリ塩化ビフェニル。うん。これ発がん性のね、物質なんですけども、こういうのをばらまいちゃいけませんよっていう極端な言い方すると、ばらまいちゃいけませんよ、みたいなそういう話です。あと、これはぶっちゃけ勉強しなくていいんですけど、火力発電所とかの、こう、煩煙ね。この、要は排ガス。排ガスに含んでる二酸化炭素とか、そういうのの規制も一応あるんですが、これは、18年間で1回ぐらいしか出てないんで、そういうのはいいんですよ。無視して。てか、マニアックすぎるんで、そういうのは別にいいと思います。で、PCB は結構皆さんに直接関わるんで、これは覚えておいた方がいいです。実際に。古い設備だと思いっきりありますから。うん。ね、捨てらんないんですよ。PCB。
ちょっと私も困ってるんですけど、一個ね。はい、そういうのがあったりします。はい。でね、目的ってのありますね。はい。で、次、事業規則。この辺は別にいいんですけど、はい、ここ、これ。標準電圧及び標準周波数。皆さん、これ結構美味しいですよ。標準電圧、標準周波数。なぜかっていうと、これなんとですね、4回出てます。過去18年間4回出てます。標準電圧と標準周波数。101V プラスマイナス 6V、202プラスマイナス 20V。はい、これね、出てます。で、これね、書いてないんですけど、どこのっての問題ですよね。どこのってね。はい。供給地点ね。要するに、使用場所なんですよ、これ。使うとこね。使うとこ。要は、皆さん、思いません？電力会社の発電機のところで、この電圧維持してても意味ないじゃないですか。うん。で、実際には、発電機から電線引っ張ってって、皆さんの建物に引き込むわけですよ。建物のところの電圧がこれね。供給点。だからよく言うのは、使用場所って言います。使用場所。はい。使用場所の電圧がこれよってことですね。これよってことですね。なので、実は、大体電柱の上の変圧器とかの電圧ってちょっと高めになってます。例えば 100V だったら定格電圧105なんですよ。200V だったら定格電圧210なんですよ。なぜかっていうと、皆さんのところに届くまでに電圧効果、これわかりますよね、皆さんね。電圧効果が発生するんで、その分ちょっと高めで出さなきゃいけないですね。実際に100V の変圧器って100って書いてあるかと違うので。なんでかっていうのはこういう理由。使うところの電圧をこれに維持しなきゃいけないんで。はい。ってことですね。はい。で、あとこの使用制限っていう話なんですけども、これはですね、一応ね、過去ね、2回ぐらい出てるんですね、一応。使用制限っていうのは。過去ね、2回ぐらい一応出てますね。うん、2回。電力の需給っていう、こういう使用制限とか2回ぐらい出てます。はい。まあ、これはちょっと重要度としてはそんなに高くないかなっていう気はします。2回ぐらい出てますけどね。で、一応確認をすると、電気の需給の調整を行わなければ、電気の供給の不足が悪影響を及ぼし、これ、何かっていうと、記憶に新しい方は新しいと思います。これ、まさにあれです。計画停電の絡みです。それよりも、計画停電の方がもっとでかい話なんですけど、計画停電と近いやつ。近いやつです。はい。これ一応なんかね、契約かなんかしてるんですよ。なんかね、たくさん電気使う設備っていうのは、やっぱり影響が大きいから、例えばね、まあ、今年はどうだかわかりませんけど、真夏のものすごい暑い時に、これ以上電気使うとまずいという状態になったら、そういうたくさん電気使ってるところに、ちょっとこの時間かこの時間ね、電力使用量を抑えてくれと。そういう命令を出すことができますよっていう話なんですね。で、じゃあこれやんないとどうなるかっていうと、例えば東京電力だったら、東京電力の管内が全部停電します。一斉に停電します。はい。これ私、先週かな、電力の時も話をしたんですが、電力会社の発電所ってイメージ的には、みんなで力を合わせて重いものを支えてるんですよ、こうやって。みんなで重いものを支えてるんですよ。で、これ、使う量と供給する量は常に一致してます、電気っていうのは。私が昔、高専の電気系に入って真っ先に言われたのが、電気は生物ですって謎の単語と言われたんですけど、要するに、すぐ消費するんだよと。使う量と作る量が、バランスが取れてるのが大事なんですね。で、これ、バランスが崩れるとどうなるかっていうと、イメージ的には、みんなで重いものを支えてるんですよ。で、そのうち弱いやつがまず倒れるんです。もう無理です。で、倒れると他の人にもっと重さかかるでしょ。でもみんないっぱいいっぱいなんですよ。そしたらみんなバタ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 って倒れてって全部落ちる。スターンって。で、私は覚えてないんですけど、昔なんか東京でブラックアウトっていうのがあったみたいですね。真夏にこう電気の収量がギャーンと伸びちゃって、もう電力会社の供給間に合わなくなって、で、一斉に停電したと。
首都圏大停電だったかな、なんかそういうのが昔あったと、私覚えてませんけど、そういう状態になります。ちなみに全部停電すると復旧にすごい時間かかります。簡単に言うと、一旦ですね、主要な遮断機っていう設備全部バーッと開いていって、ちょっとずつ送ってくるんですよ。だからものすごい時間かかるんですね。あの家のブレーカー落ちたら入れるじゃないんで、電力会社はね。だからものすごく大変です。そうですね、イメージで言うと、例えば家のブレーカー落ちたら一回全部のブレーカー開いて入れて一個一個入れていくようなイメージ。家でもめんどくさいじゃないですか。それを全部でやんなきゃいけないんで大変なことなんです。だからそうすると悪影響がものすごいんで、だったら抑えられるところに抑えてもらうっていうのをやりますよっていうことですね。はい、まあ、逆に言うとそれぐらい今電気っていうのに依存してます。社会は今後ますます依存度は高まります。ますます依存度は高まります。びっくりしました、この間なんかボルボがもう2030年には全部電気自動車にするってだいぶぶっ飛んだなと思いましたけど、あの電気自動車って言われてハイブリッドとかにするんだかなと思ったら違うんですね。全部純粋な電気自動車にするって言い始めてるんで、それはすげえなと思いましたけど。ってことは今後どんどん電気自動車の充電スタンドとかのインフラ整備がどんどん進んでいくんですよ。でどうです、皆さん、その状態で全部停電したら電気自動車充電できなくなっちゃうんですよ。もうこう終わりますよね。当然電車も全部動かなくなるしね。そういうことになっちゃいけないんで、こういう制度も設けてますよと。だもしあの皆さんがアンダーラインを引くとしたら、ここ何を制限するのか、使用量の制限、最大使用電力の制限ね。はい。で、あとは用途もしくは使用を停止すべき日時。はい。あのさすがにこのテキストちゃんと作ってるんで、やっぱ黒文字は大事なんですよ。大事なんですよ。で、あの電源参集は全般に言えるんですけど、過去問と全く同じ出し方はしません。ただ法律の文章を変えるわけにもいかないじゃないですか。なんでやることとしては隠してる場所を変えるとか、あとはあの例えば複数の法律を並べるんだったらその組み合わせを変えるとか、そういうことして出してくるんですね。だから大事な部分を基本的にはちゃんと自分で意識して、どこ隠されても答えられるようにしておく、そういうのが大事です。でちょっと変なことにしますけど、最後は運ですから。本当にあまりにも法律の範囲が広いんで、勉強してないとこ出たらどうしようもないじゃないですか。それはもう運です、運です。でただ大体共通のキーワードってある程度あるんで、それは一応お伝えしますが、ただたまにその法則崩してくることもありますけどね、うん、まあ基本的には運です。だから A 問題は半分って思いなさいって言ったんです。半分ね。だから逆に言うと B 問題で30点取れないと落ちると思ってください。かなり厳しいですよ。正直 B 問題は30点厳しいです。はい。だって B 問題取れなかったら A 問題でパーフェクトですからね。そうじゃないと合格できませんから、無理ですよ、無理。マジで。はい。はい。じゃあ次、保安規制というのが入ってますね。保安規制というのが入ってますね。はい。で、これ結構ね、あの、大事なポイントになるんですけども、はい。電気の安全確保のため、電気工作物を事業用と一般用に分けてますよと。で、このどういう基準で分けてるのかっていうのも内容としてはものすごく重要なんで、それは後ほど説明します。で、じゃあ分けられた後、扱いどう違うのかっていうのが大事ですね。で、一般用っていうのは、まさに一般の人が使う設備。簡単に言えば、家。小さいお店。そういうところでございます。で、書いてあるように、一般家庭や商店などの電気設備ですよと。はい。で、例えば、皆さんが自分の家の電気設備をちゃんと守ってくださいって言われたら、いや、無理ですって即答で答えますよね。まあ、皆さん逆に言うと今勉強されてるから、ちょっと頑張ればと思うかもしれませんけど、例えばね、それこそあのね、あの、80代のご高齢のご夫婦とかですね、あの、家の設備守れてたって無理なわけですよ。あの、ちょっとご夫婦で絶縁抵抗測定してもらうわけいかないのね。それは無理なわけです。じゃあ誰がやるのかっていうと、一般用の場合は、ここです。電線路維持運用者って言われてもわかんねえよって話なんで、電力会社です。
まあ、今ちょっと東京電力って分社化しちゃってるんで、社名で言うとね、東京電力のパワーグリッドですね。パワーグリッドっていうのが、送電、変電、送電線、変電所、配電線を運用してる設備なん、運用してる会社なんですよ。パワーグリッドっていうのがね。で、東京電力、多分皆さんが例えば東電から電気買ってる人は、東京電力のエナジーパートナーっていうところって契約してると思うんですけども、エナジーパートナーっていうのが、要は電気を売るところ、売るところですね。はい。で、そのエナジーパートナーが、このパワーグリッドね、お金払ってます。一応。要するに電気を送ってもらってるんで、お金を払ってます。お金を払ってます。で、私なんか、元東電社員なんですけど、東電から電気買ってません。そういうところから買ってます。いいの、東電の人とも付き合えないから。で、まあ、どこから買ってるかっていうと、東京ガスから買ってるんですけど、私の場合はね。で、その場合、東京ガスも、東京電力のパワーグリッドにお金払ってます。うん。要するに、あなたの設備を使って電気を送らせてもらってるっていうことで。で、そういうことをするために分社化したんですね。実際には。要は、東京電力の中でほら、なんかね、有利になっちゃうじゃないですか。エナジーパートナーがね。うん。託送供給量ってのがあるんですよ。託送供給量っていうのは。うん。そういうのを払ってます。で、維持運用者っていうのは、その、配電線とかを持ってる人。持ってる人。なので、パワーグリッドです。で、その人たちが、調査をしなさいという義務付けをされてます。ただ、ここでポイントになるのが、この人たちが、規定されてるのは、調査。ね。ここ。調査義務です。基本的には、調査義務。だから、東電がやんなきゃいけない。実際に東電の人来ませんけどね。東電に委託されてる人が来るんですけど、やるのは、こう、分電盤とかでちょんちょんちょんって当たって、あ、ちょっとここ漏電してますね、と。ちょっと見てください。で、例えば台所行って、あ、これが原因ですね、と。ちょっとこれ危ないので、例えばね、工事会社さんに行って直してもらってくださいって言うまでが義務。直すのは家を持ってる人です。直す義務あるのは。だからさっきの例えで言うと、おじいちゃんおばあちゃんが持ってる家だったら、直す義務はおじいちゃんおばあちゃんにあるんですよ。あくまで調査する義務なんで。だから危ないって分かったら直してくださいってしか言えないんで。うん。だからもうあくまで設備の変な話ですけど、維持する義務っていうのは持ってる人。それは変わらないです。ただ、健全かどうかの判断は自分ではできないよねと。だからそれはプロにやってもらいましょうよっていうのがこの意味。が一般用です。一般用です。で、事業用になってくると、全部自分でやると。いう形になります。で、その全部自分でやれっていうのを一言で言うと自主法案という体制です。自主法案です。はい。で、そのためには、はい、これ。電気主任技術者を選任して、法案規定。はい。この電気主任技術者と法案規定の中身っていうのはやっぱり出題頻度が高い内容になってます。出題頻度が高い内容になってます。はい。今私のテキストは付箋だらけになってるんですけど、この付箋がついてるのは、過去18年間で4回以上出たキーワードのどこ付箋つけてます。結構多いんですよ。そういう意味では結構多いんですよ。はい。で、電気主任技術者っていうのは簡単に言うと責任者です。まず自主法案っていうのは、設備が健全かどうかを自分で確認をして、まずかったら自分で直さなきゃいけない。全部ひっくるめて自分でやれよっていうことです。で、そのためには、どういうルールにのっとって、健全かどうかの確認します。例えば1年に1回こういう項目を点検するであるとか、そういうのを定めなきゃいけないですね。で、そういうのが法案規定。と言います。変な言い方しますけど、マイルールです。ただ、現実を言うと、マイルールじゃないです。法案規定っていうのを作ったら、経産省に提出して、OK ってもらわなきゃいけないんで、例えばね、うち、めんどくせえから10年に1回でいいやっても絶対ダメ。基本的には毎年やれっていうことになってます。はい。建前上ですね、ある意味。ある意味建前上ね。はい。まあ、ちょっと、と、えげつねえかとすると、ある意味責任のしつけ。うん。だからルールは、一応自分で作ることになってますけど、基本的にはこっちが定めたルールに従ってやると。でも責任はあんたたち取れよっていう形になってます。建前上ね。建前上ね。はい。という形です。
だ結構大変です。授業用になるとね。だから年次点検ってのもやんなきゃいけないし、そういうのもやる。月次点検っていうのもやらなきゃいけないというルールになってます。はい。はい。で、ここに書いてあるように保安体制ということで、基本的にはもう自主保安ということで、はい、自分で点検とかやんなさいよと。で、ただ、国が関与してくる中身もありますよと。はい。例えば、一応ね、どういう設備があるかっていうのは、やっぱり管理してるんですよ。だから、例えば事業用電気工作物を使用開始しますよって時は、ちゃんと届け出をして、わかりましたって言わなきゃいけないし、あとは、もしね、大きい設備で、一歩間違えると、周りに影響があるようなもの。そういう時は、工事をする前に、事前に届け出ろ。とか。あとは、本当にでかいやつだと、そもそも工事の中身自体を審査されますとか。そういうことになってきます。で、結構この工事計画についても、出題としてはそこそこあります。そこそこあります。はい。あと、事故とか起きたらちゃんと報告しろとかね。はい。そういうのもあります。で、この下のね、この四角は別にいいかな。この四角は別にいいかな。はい。一応ざっくり話をすると、電気用品安全法。はい。まあ、これ、言いたいのは、3段階で設備が不具合起きないようにやってますよってことね。まず一つは、そもそも使う部品。で、これ一般用なんで、事業用じゃないんですよ。あ、ちょっと変な言い方しますけど、事業用電気工作物に使う設備、正確に言うと変圧器とかね。ああいうのはね、基本的には規制ないっす。規格はあるけど、規制はない。なぜかというと、素人が扱わないので。工事する人もちゃんと専門の知識持ってて、で、電気信頼技術者が管理してるってことになるんで、はい。あ、ちなみに皆さん本当に勉強しないと怖いですよ。電気信頼技術者やるとき。こういうルールになってるんですよ。あ、関係あるから話しますけど、電気工事士法で自家用電気工作物っていうのは、あれ自家用って言葉出てくるんですけど、500キロワット未満なんで。じゃあ500キロワット以上になると工事士の免許いらないのかって、いらないんですよ。でかいビルの工事ね、ど素人がやっていいんですよ。極端な話すると、今日多分保育園で遊んでる4歳のうちの息子がやっても法律上は問題ないんですよ。全く。なぜかっていうと、電気主任技術者に責任があるからです。電気主任技術者の監督の下で工事をやるっていう建前です。そういうことになってるんで、だから何かあったら全責任は電気主任技術者です。500キロワット以上になるとね。で、未満の場合はいろいろねあるんで、それもちゃんと説明しますけど、いろんな事情があるんで、工事する人にも責任を持ってもらいましょうよってことで工事法で規制されてます。だ、逆に言うと、でかい設備になると全責任が我々なので、ちゃんと勉強しておかないと怖いですよ。我々が判断して間違ったことが起きて事故起きたら我々の責任なんで。で、ただ、我々がちゃんと指摘をして、それに対して従わなかったら相手の責任。例えば作業員とかね。そういうのはちゃんとなってますよ。そういうのはルールになってるんで。保安規定には従わなきゃいけないっていう法律ルールなんで、それは大丈夫ですよ。ちゃんと指摘すれば OK。指摘しなかったら我々の責任。怖いですよ、本当に。主任技者の仕事って。まあ、だから逆に言うと、それだけ責任が重いので、そこそこいい年収が取れることがあるよっていう、そういうことですね。そういう仕事です。はい。で、一般用の場合はそんな電気主任技者がいないので、ちゃんと3段階で規制しないと危ないよねということなんですね。で、まず、製造段階、そうですね。例えばスイッチであるとかブレーカーであるとか、そういうのはちゃんと規格に従ったものを使いましょうねと。そういう規格っていうのが電気用品安全法です。電気用品安全法。で、こういう話するとなんとなく皆さんイメージつくと思うんですよ。電気用品安全法で規制される部品っていうのは、本当にど素人の人が扱う部品なんですよ。例えば壁のスイッチとかコンセントとかね。で、逆に言うと、ちょっと今ここにないですけど、400アンペアのバカでかいようなブレーカー、おじいちゃんおばあちゃんお子様触りますか？触んないですよね。そういうのは別に規制の対象外なんですよ。プロが触るから別にいいよねという形なんですね。だから素人の人が触って、かつ危険なもの、例えばこれヒューズとかも入ってるんですよ、規制の対象に入ってますけど、
なんか、おもちゃの中に入ってる1アンペアの小さい傷とか、あれどうでもいいじゃないですか。乾電池で死なないですよ、人は。そういうのは規制の対象かよ。だから電圧が 100V とか、それに絡むようなもの。そういうのは規制の対象ですよ。っていうことなんですね。だから、一般用を守るためにあるんですよ。電気用品安全法っていうのは。一般用を守るためにあるんです。はい。で、工事の段階でも規制されます。電気工事手法。ちゃんと資格持ってる人がやらないと怖いよねって、あるとか。で、ただ、これもね、危険なことにならないようにっていうことが目的なので、例えば、誰がやっても事故にならないようなことだったら、規制の対象外です。例えば、ヒューズ取り替えるとか、あとは、ネジで止めるとか。これ素人できますよね。ネジで止める。ただ、ネジで止めるための部品つくのはダメですよ。そういうのはダメね。はい。あとは、まあ、あまりないと思いますけど、例えば、24V とか、そういう低い電圧のやつをね、なんか作るとか。基本的には、36V 以下の場合は、もう規制の対象外です。なぜかというと、人が死ぬことがないので、36V 以下になると。で一応論、理論的には、40数V いくとね、最悪の条件が重なると、命に関わることがあります。だから100V は、本当に死にますよ。100V は死にますよ。本当に。多分今私感じたらかなり痛いです。ちょっと汗まんでるんで手が。かなり痛いです。はい、そういうこと。で、なんとなく分かりました？勉強のコツ。今。この法律が何の目的なのかっていうのを理解すると覚えやすいんですよ。あ、だからこういうルールなのね。だからこういうルールなの。だからこれは規制の対象外なんだと。だから理屈を理解するんです。目的を理解する。これが大事なんです。工事士の時は多少話しますけど、そこまでは深くやらなくていいんです。電検は覚える内容がものすごく多いので、ちゃんと目的とかを理解しないと無理です。覚えきれません。はい。で、最後、運用するときにも規制します。電気事業法。はい。これはですね、どちらかというと、工事、電力会社とかの方で規制ですね。はい。この3段階で規制することによって一般用は守ってますよ、ということになっております。はい。これね、ちょっと、今、例題1ありますけど、本当にいやらしいですよね、これね。どうして皆さん、規定と規制。規定と規制。ここで引っ掛けてきますからね。はい。で、基本的には法律っていうのは、ルールで縛ることによって守りますから、これ規制なんですよ。規制ね。規制することによって、はい。公共の安全を確保し、および環境の保全。はい。公共の安全、環境の保全、これキーワードですね。はい。だ全部覚える必要ないんですよ。大事なキーワードを押さえる。規制することによって、公共の安全、環境の保全ですね。環境の保全ですね。はい。あとは標準のやつありますから、これは皆さん後でやっといてください。で、こういうですね、暗記物のポイントは、一回パッと勉強しますよね。で、ちょっと時間を置いて、少し忘れた頃に問題やってください。覚えてる時にやっても、そうでやると終わっちゃうんで、全く意味ないです。はい。例えば、この章をちょっと、まあ、例えばこのページ、数ページやって、で、よし、一回 OK と。この項目終わったと。で、次の項目バーッと勉強して、で、終わったら一個前の項目の例題やるとかね。そんな感じでやってみてください。ちょっと忘れた時にやってください。読んだ直後にやっても覚えてるんで意味ないので。それ意味ないです。短期記憶なんで。はい。で、短期記憶で忘れかけたものを復習することによって、徐々に徐々に長期記憶になってきますんで。これが暗記のポイントです。あと、忘れちゃった、悔しいなっていう感情も結構大事。感情も結構大事。これネガティブバイアスみたいな感じなんですけど、この、ちょっとね、ネガティブな、悔しいっていう気持ちが逆にね、記憶に留めやすいっていうのもあります。嫌なことって覚えてるじゃないですか。まさにそうなんですよ。ちょっと悔しいっていう気持ちが記憶につながるんで。だから、わざと忘れた時にやるのもポイントです。ただ、完全に忘れちゃうと、ゼロになっちゃうんで、ちょっと残ってるしね。そうですね、イメージ的には、50% ぐらい残ってるか、まあ、行き過ぎたら 30% ぐらいの段階で復習するといいです。そうするとね、忘れるまでの、時間がね、長くなってくるんですよ。だんだん。長くなってくるんですよ。これポイントですね。はい。じゃあ、次行きます。あ、そうだ。一個忘れた。大事なキーワードありました。共通キーワードね。で、いろんなね、法律の共通キーワードがあるんですよ。4ページの、ここもね、
囲っといてください。経済産業大臣です。経済産業大臣、この人よく出てきます。ちなみに先に言いますね、内閣総理大臣は一回も出てきません。な、す、菅さんは出番ありません。菅さん出番ありません。今の経済産業大臣誰か知らんけど、菅さんは出番ないです。で、ちなみに出てくる人は3人かな。経済産業大臣と産業保安監督部長と都道府県知事で、ちなみに都道府県知事は工事士です。工事士法、工事業法は都道府県知事です。工事の管轄が都道府県知事なんで、これ覚えておいた方がいいですよ。あ、言うけど、ちゃんと出た時に工事士は都道府県知事です。で、ただ都道府県知事って言ってもですよ、例えば東京都と神奈川にお店持ってる人を小池さんっていうのはいるじゃないですか。黒岩さん出てこいって話になっちゃうんで、でもかといって2人の知事にやるわけいかないでしょ。その場合は経済産業大臣っていうルールになってます。あの、何の例えか分かんないかもしれないですけど、これ電気工事業法ってやつです。同じ都道府県の中にお店持つ場合はその都道府県の都道府県知事が原則なんですよ。で、例えば東京都と神奈川県ってやったともう県またいじゃうんで、その場合はもうもっと上、一括で管理しないとわけわかんなくなっちゃうんで、その場合はもう国しかない。だからその場合は経済産業大臣出てきますっていう感じ、っていう感じです。工事士は原則は都道府県知事です。あの、工事士の免許を持ってる方多分申請行きましたよね、多分都庁とかね、そこにね。はい、っていうふうにね、共通のキーワードを押さえておくのも大事ですね。はい、さあ、では電気工作物ね、行きましょう。で、あの、工作物の定義っていう問題もね、たまに出てくるんですけど、あの、出題頻度としてはそんなには多くないかな。工作物ってそもそも何ですかっていう定義ですよ。それはそんなに多くない。ただ一般用と自家用の違いはものすごく大事です。ものすごく大事で、あの、この定義を覚えてもしょうがないですよね。一般用電気工作物、危険度の比較的低い電気工作物、これ覚えてもしょうがないですよね。これね、抽象的すぎるんで、これは違うんですよ。これは違うんですよ、うん、で、ただ区分は覚えてほしいんですね。これ結構大事で、まずそもそも一番初めの区分として、一般用と事業用に分かれます。これが大事ね。で、さらに事業用が中で分かれてます。これは簡単に言うと、供給側と受ける側ってイメージ。電気を送るためのが電気事業に要する電気工作物、電気事業用電気工作物。電気をもらって何かをするのが自家用電気工作物。当然自家用の方が多いですね。当然ね、自家用の方が多いですね。で、電気主任技師はどっちなんですかっていうと、どっちにもいます。電気事業用にもいます。だからなぜかっていうと、事業用には必要なんで、必要なんで、多分ここにいらっしゃる方は皆ほぼ皆さんが自家用の方だと思いますんで、はい、使う側ですよね、多分ね。はい、危険度に応じてっていうのはそうですね。はい、さあ、では、はい、ものすごく大事な項目にやってまいりました。ものすごく大事な項目にやってもらいました。まいりました。一般用とは何なんだと。はい、一般用とは何なんだと。で、皆さんどうでしょう。これも覚え方のコツなんですよ。テキストには、11ページから12ページの一番頭にかけて、一般用電気工作物の条件が書いてあります。で、テキストの12ページに関して、事業用電気工作物の定義が書いてあります。はい。皆さん、両方覚えますか？両方覚えますか？どうでしょう？片方でいいですよね。なぜかっていうと、一般用じゃなければ事業用だからです。だからこのページは一般用の条件を覚えてください。一般用の条件を覚えてください。これが大事ね。これが大事。 A じゃなければ B ってなったら B の条件なんかいらないですよ。 A の条件だけを覚えればいい。
これも大事ですよ。なるべく覚える量は少なくしなきゃ、少なくしなきゃダメ。はい。じゃあ一般用の条件いきましょう。まず大前提があります。これ低圧で充電しです。まずこれですね。低圧で充電し、まずこれです。で、なんとどっか適当なところでいいんですけど、設備容量は無関係です。基本ね。設備容量は無関係なんですよ。極端な話、例えばですよ、存在しませんけど、500kW を使ってますよ、だから自家用ってことはなんないんですよ。 500kW なんだけど低圧で受けてたらいっぱい用になるんですよ。現実的にはありえませんけどね。なぜかちょっと電力会社が勘弁してくれって話するんでそれは無理なんですけど、これ結構ポイントね。設備容量無関係です。出てくんですよ、電源の問題って。そういうのが、例えば一般用と自家用のね、これどっちです、この中で一般用に該当するものどれですかみたいな中でね、だいぶ性格悪いんですけど、例えば3層3000式200V で充電していて設備容量が 50kW ってやつと、 6600V で受けてて設備容量が 20kW、 設備容量小さい方が自家用なんですよ。なぜかっていうと6600だから電圧で決まるんですよ。設備容量関係ないんでね。これ結構大事なポイント、設備容量は無関係です。はい。ちなみにどっちの方が金かかんないのかっていうと、ランニングコストで言うとですね、自家用の方が安いですね。設備容量がでかくなっちゃったら。なぜかというと、電気料金の単価が違うんですよ、全然。だいたい電気料金って 1kWh あたりいくらって形で払うんですけど、その単価が安いです。高圧の方が。低圧の方がね、電気料金高いです。なぜかというと、電力会社としては無駄なお金を払ってるんで、低圧にするために。変圧器あるじゃないですか。あれ全部熱持ってますから。空気温めるための電気も電力会社が自分で作ってますから。で、変圧器通さないってことは、そのお客さんに送るためにはその変圧器の熱がないんで、当然安いんですよ、原価が。若干ね。若干ね。はい。基本的には、高圧で充電するほど電気料金の単価は安くなります。ほい。で、あとこれ、同一の構内。これ皆さん、同一の構内って言われるとちょっとイメージ湧かないと思うんで、どういうことかなっていうのをちょっとご説明しますね。あ。例えばこうやって行動があって、電柱から電気もらって、で例えばどうしようかな。まあ倉庫でも車庫でも何でもいいんですけど、別の建物がね、自分の敷地内にあって、そこに電気を送りますよと。これは一般です。これは一般ね。これ一般。で、それに対して、行動があって、こういうことやっちゃうと自家用。
ういうことやると自家用になっちゃいます。自分の敷地外に電気を送っちゃう場合はこう自家用になっちゃいます。たとえ低圧で受けててもね、低圧で受けててもね。だそのだ例えば下みたいなパターンたまになるじゃないですか。あの A 会社の建物が2つね道挟んで両方にあって、でその場合どうするかっていうと、もし低圧で受けたいんだったら両方別々で契約しなきゃダメ、電気は契約しなきゃダメ基本的には。でそうすれば一般用になるんですよ。で自家用になっちゃうとめんどくさい、めんどくさい。あの主任技術者を立てなきゃいけないんで、必ず必ずね。これが一般と自家用の違いですの一つね、同一構内で。あのなんで建物の外に電気を送っちゃダメってわけじゃないんですよ。敷地内だったらいいの、自分の敷地内だったら。はい。で、あとは原則は自分で電気作るなっていうことになってます。原則はね。だけど今結構ありますよね、あの屋根の上に太陽電池つけたりとか。あの新設する人少なくなりましたけど、あの元が取れなくなってきたからね、あの初期段階良かったんですよ。初めの頃あの電力会社に余った電気を売るとね、なんか10年か20年ぐらいで元取れるみたいな話だったんですけど、だんだんその金額が下がってきちゃって、今新しく作っても元取れないですね、まずね。はい、まあそれいいとして、はい。で、基本的には自分で電気作んないで買ってくださいねって話になってますが、安全だったらいいってなったんですよ。やっぱり安全だったらいいですよと。で、この小出力発電設備って中身も結構出てきます、結構出てきます。はい。で、まずポイントはこれいやらしいんだよな。小出力発電設備2つの言い方があって、私どちらかというとこっちで覚えてますけどね。50キロワット未満が小出力発電設備だと、こっちで覚えてます私はね。法律用語これなんですよ。低圧の発電用電気工作物、ただし合計が50キロワット以上となるものを除くみたいな言い方なんで、わけわかんないの。50キロワット未満が小出力って言った方が早いんで、こっちで覚えてください。で、じゃあどういう種類があるのかっていうと、太陽光とかいろいろありますが、皆さんこれ覚え方あります。安全なものほどたくさん使えます。安全なものほど大きいのが認められています。安全なものは大きいです。まず代表例、太陽電池、安全ですね。どういう意味で安全かっていうと、あの感電しないってことじゃないですからね、絶対感電しますからね、電気設備である以上ね。どういう意味かっていうと、まず何か回ってるわけじゃありません、太陽電池っていうのは。ただパネルが置いてあって、なんか制御装置があるだけです。で、物を燃やすわけでもありません、物を燃やすわけでもありません。だから熱、一応熱持ちますけど、熱持つわけではないですね、基本的にはね。高になるわけじゃないということで安全です。だから、上限まで OK で覚えるんですよ、太陽電池は。50キロワット未満が上限なんで、ただし合計ですからね、これね。いい、合計ですよ。合計ね。はい。で、次。次に安全なのは、風力と水力。ちょっとね、回るんで、危ないですね。だから一気にガンと下がって20キロワット未満。ちなみに、この法律、私が知ってる限り3回変わってます。私が受けた時は違いました。合計 20kW 未満。太陽が上限 20kW 未満だったんです。が、それがまあ、時代の変化でね、上限がアップされて増えました。はい。で、風力と水力は、物は回ってますんで、ちょっと危ないと。だから、昔の上限なんですよ、これ。昔の上限ね。で、ただその代わり、何か燃料を燃やしてるわけじゃないので、熱出てるわけじゃないよね、と。いうことで、まあ、20kW 未満まで OK でしょうとなってます。
はい。で、その下。熱を持つもの 10kW 未満でまとめて覚えちゃうといかがでしょうかね。熱を持つもの 10kW 未満。内燃力っていうのはエンジンです。簡単に言えばエンジンです。はい。火力発電って覚えちゃうとダメですよ。ボイラー OK なら違いますからね。エンジンですよ。エンジンね。ボイラー耐えちゃダメですよ。ボイラーでタービン回しちゃダメですよ。それダメね。まあ、かそもそもそれで 10kW 未満あるかわかりませんけど、多分ないからね。はい。で、あとは、燃料電池。燃料電池危ないですよ。燃料電池。電力受けた方はね、ご説明しましたけどね。燃料電池。はい。ちょっと性能がいいやつだと、発電時に平気で200度とかいきますから。はい。温度が高いやつだと1200度とかいきますからね。まあ、それも工業用なんで、こんなちっちゃくないですけど。非常に熱を持ちます。燃料電池は、発電時に。で、しかも、燃料ですから、本当は水素がいいんだけど、まあ、水素って基本的に送ってこないから、回出器ってやつに、例えばガスとか入れるわけですよ。容量が大きいってことは当然使うガスの量も増えるから危ないですよね。だから 10kW 未満。で、スターリングエンジンが最近追加されたんですけど、スターリングエンジンって、ちょっと難しいんですけど、なんか、ピストンで動くんですけど、それね、なんかね、実際のエンジンって中で燃料爆発させてボンって動かすじゃないですか。スターリングエンジンってなんかね、温度差かなんかを使って、縮んで伸びてを利用してピストンを回すんですね。だからなんかね、うまくするとこう太陽光の光を集めてエンジンを動かせるみたいなのがスターリングエンジンらしいんです。興味ある人調べてください。はい。ということ。ただ、エンジンって名前が付く以上熱を使うんで危ないよね、ということで、これが 10kW 未満という形になります。はい。で、たとえ低圧で受けていて、発電設備がなくて、敷地内だけだとしても、一般じゃなくなっちゃうものがあります。はい。そういうね、イレギュラーなものって見落としがちなんで、で、見落としがちなとこ電源装置大好きなんで、基本的には皆さん落とすために試験してることってこと忘れないでくださいね。電源装置はね。はい。このカッコ2番結構大事。忘れがちだから。火薬類取締法に規定する火薬類を製造する事業所。はい。火薬類を作ってるってことは、火薬の粉がふわふわ空気中を漂っております。で、例えばそんな中で壁のスイッチをピッと入れたと。スイッチ入れた瞬間爆発しましたと。シャレにならないですね。ありえます。実際ですね、壁のスイッチ、リモコンスイッチは別ね。昔ながらの壁のパチっていうスイッチって、カチカチやるとですね、中で火花が散ってます。火花が散ってます。本当に真っ暗な部屋で、そこそこ照明の数が多くてスイッチ入れると本当に一瞬青く光りますからね。パッツ。ちなみにもっとすごいの見たことありますよ、私。スイッチ切ったらですね、中で火花がずっとね、飛び続けてた。切れてねえし、みたいな感じ。スイッチ切ったらじーっと落とすんですよ、スイッチから。で、なんか青白く光ってるの、中で。あれも壊れましたね、スイッチね。はい。古かったんですけど。で、本当に火花散るんですよ。で、火薬の粉が散ってるところに火花散ったら、まあ、終わりですよね。はい。ほら、ガソリンスタンドとかで静電気除去シート触るじゃないですか。あれと全く同じ状態になっちゃうんで。そういうところは、普通の電気設備使えないんですよ。だから、一般じゃないです。で、炭鉱とかも一緒。石炭の細かい粉が散ってますから、引火したら終わりなんで。そういう火花が原因で即火災爆発につながるようなところはもう一般用じゃないです。事業用になっちゃいます。まあ、正確には自家用ですね。はい。という区分がございます。ともかく危険の防止ですね。はい。で、ここに覗いてる条件、ここの条件から外れたら事業用で終わり。いいですか？今の一般用の条件から外れたら全部事業用です。そうやって覚えましょう。ということですね。はい。じゃあ今、ちょうど10時40分ですので、これで一回休憩取りまして、その後に、じゃあ事業用になったらどういう規制が出てくるのか、そのを詳しく見ていきたいと思います。じゃあ10時50分から再開をいたします。
日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。